あのポーが帰ってきた。生かした武術で中国中から崇められてる。あれドラゴンマスターだぞ。シカボーン。みんなどうもお待たせ。ドラゴンマスター参上。ガントレット奪われた。そう来るとは思わなかった。あんたがこの村を破壊したあんたのせいよ。エンペラーがお前のドラゴンマスターの称号を取り消すって。うほー。あともっと悪いことが、ドラゴンマスターのキャラクターグッズのフィギュアが返品されてきた。そんなー。あーポー、あの人はお前の知り合いか。私の名前はルセラ、ワンダリングブレード、イングランドの騎士。ドラゴンマスターを探している。あ、それは僕です。あなた？今は違うかも。あのイタチは何者なの？クラウスとベルーカよ。4つの強力な武器を求めてここ中国にやってきた。その1つは取られた。あと3つ集めてこの世界を滅ぼそうとしている。ヤマソー、僕が中国を救う。そしたら僕の人気と称号を取り戻せる。ブレード、行こう。最高。今度こそ私たちにふさわしい帝国を作り上げるの。これはまずいかも。命が惜しけりゃしっかり捕まってろ。さあかかってこい。はーいやー。俺の勝ち。みんな僕たちを殺したがる。クラウスとベルーカ、不気味なマントマン、ハゲタカたちも。いや、俺たちは殺そうとしてない。死ぬのを待ってる。うわ、出た。またあの人かい。 90% 味方じゃないよ。 99%